はい、順次です。ではアイワナビーザスケア続きをやっていきましょう。次進むステージはこの左下のステージですね。では行きましょう。恐怖の世界へゴー。 お、なんかまたちょっと怖そうな、絵ですね、あ、でコープスパーティーって書いてありますね。あ、コープスパーティーって私知ってまして、まあ、やってみようと思ったことは、まあ、やろうとはあんま思わなかったんですけども、ちょっと興味があって、調べたことがあったんですが、最新はプレステ、そうですね、PS ビーターで出てたかな、なんかノベル調のね、なんかすごい怖いゲームなんですが、まあ、元はなんかツクールかなんかで作られた PC ゲームが元だったと思うんですよね。でこの、こうドット絵、この世界観からすると多分これ PC 版の再現じゃないかなとは思うんですが、入っていきましょう。ほい、ああセーブあるね。さてこれは下から行くのかな。下でもなんもないよね。なんだ今、なんかなんか出たね。あ、なあ、ヒントとかじゃなくてですね。ホラーといえば学校スクールということで、まあ学校ステージですね。あのコープスパーティー、その PS ビータ版も確か学校が、なんだこれ、あなんか光ったね、なんか教材が、あ、そういうのに当たり判定があるということか。え、どうすんのこれ、真ん中、あ、真ん中立てんのね。うわー、なんか出てきた。うーい、椅子に当たり判定。教材とか椅子に触れてデスをするとはどんな学校だよ。あ、そういうことか、折ってくる前に当たっちゃったのね。それはちょっと申し訳ないけど、なんか踊る、なんか声が聞こえた。なんて聞こえた、これは、あの穴ね。今なんか声聞こえましたね。聞いてみましょう。殺してやる、なんて言ってる、殺してやるって言ってる。ちょっと、ああ、そういうの当たり判定あんのか、怖いじゃないの。この雰囲気やばいぞ。ここ殺してやる、この声もちょっと怖いです。呪いの声です。そしてなんかありそうだね。これ急ってくる、来ない、これまた当たっちゃダメでしょ。びっくりした、なるほど、殺してやるというね、怖いボイスからのジャンピング。そしてここがまたね、間にこう着地させると見せかけて実は罠というね。ここもダメ、なんかありそう。いや、もうなんで光るの。にしてもめっちゃ面白いな。ほっでもって、ここ乗っちゃダメだけど、それ乗れないよね、それ乗れないよね、乗れないよね。よし、じゃあ上に行く。これなんも、え、うわ、黒板にシシシシシ、うわ、びっくりした。もうそい、一回慣れれば。ただこれって、あ、ってことはこれ、あー、どうすりゃいいんだろう、危ない。そしたらこの C は一回避けた方がいいか。待ってね、危ね、よし、よけた。で、これを、あ、こうなってんのか。ずらして、これ、また、おお、もう来ない ?OK。これもダメでしょ?もう!なんで張り紙が折ってくんの?まず上、下。で、次大丈夫ですが、これ、間、ちょっと立ってみよっか。なんもないね。で、あ、また、もう!もう何度見たことか、このシシシシ黒板ね。そして、マックスジャンプ。よし、OK。でもっで、ずらす、ずらしいの、ずらしいのの、ここで一回端で立って、あれ、あぶね、これは下で、あ、し、あぶ、え、あそこ下降りるなってことね。右行きます。ほい、おう、うわー、もうなんか怖いぞこれ。保健室か、保健、これ何、当たっちゃ、あ、当たっちゃダメだよね。うわ、なんか起きそう。え、なんか笑い声聞こえて、うわ、びっくりした。震えるんじゃないよもう。ドクロも。さてキッド君は一体どこにいるでしょう。ここだよということで行きましょう。そんなことしてるとまたとんでもないこと食らうから、ここ、あー、ダメ、下折っちゃダメだよね多分。そしたらこれ下ダメだよね、あー、ダメだよね。ってことはグワッとジャンプ、え、届くかな、なんかさ、また引っかかるようなところあるかな。いや、ないね。としたらどうする、やっぱりいける、あ、いける、いける、いけたね。これ触れちゃダメだけど触れたいんだよね、やっぱダメだよね。
チラッと顔を見せつつのグワッとジャンプ。よし、来た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 。でこのトロフィーもダメだから、これ届く？結構ギリギリですか？ギリギリで届くのかな。結構これ乗れないよね。あーだよね。これまたなんか仕掛けあんのかな。いけない。あれだとしたらどうすんだこれ。この骸骨の間って入れる？いや無理だよね。多分それじゃないと思うんだよね。あ、いけた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 。ただこれもうあんまデスしたくないぞ。下、どうすんのこれ。上何のためにあんのこれ。下くそ、もうやっぱそうだよね。下上だよね。よし来た。まあ、もちろんだけど机ちゃんも、あ、そうだよね。もう下に降りること自体がノートよっ。細かいことだけどね、いろいろ試していきましょう。これは今、よしよしよし、またこれギリじゃない？ほっ、よし、ほっ、危ない。これ真ん中下降りられないから、あの下って言ってもこの下の方ね。だからもうダイレクトに右のあのロッカーみたいなところに乗らなきゃいけないけど、どうしようかな。今、足元、待って、嘘。よしよし、来た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 。これはどうしようかな。やっぱり真ん中に入って、お、来た来たよ。でこれ、どうすりゃいいんだこれ。下にダイレクトに入れないよね。あ、分かった分かった、分かりました。今、よし、そしたらこれは一回下に降りてこう避ける。うそん。ここはもうパターンですから、パターン人玉ちゃんね。なのでそこ、あぶね。でこれは一回下に降りて出てきたのふわっとジャンプで、よし来た来た来た、そういうことよ。 OKOKOK で入っていきましょう。ほい、なんだろうこの空間。これはダメだよね。なんなんだこの空間は。まあ、とりあえず行きましょう。なんかあるだろうけどね。うわ、さっきの子供の、うわ、子供の幽霊ちゃん出てきた。あ、撃つのか。え、撃って、あ、ミニ耐久みたいなもんかなこれ。うわ、あ、や、反転すんのか。うわー、これどうしようかな。でも撃ってジャンプすればいいか。まあ、反転っていうか逆走ですね。で結構スピードあるから、まあ、最初はいいでしょ。あ、だからこれで追い返せばいいのか。こうやって追い返せば、あ、分かった分かった、戦い方が分かった。コツをつかんだ。こうだね。反対方向に走る。そうすれば、また早い、結構早い、結構早い。もうちょっと止まっちゃダメ。さあ来い。それにしても、まあ、あの幽霊でしたらもうちょっとこうひっそりとね出てくるかなと思ったら、もう堂々と目の前のでかい扉開けて出てきてますからね。なかなか潔い幽霊ちゃんだぜ。ほい。さてこの辺はまだいいんだよね。でどこだっけ、もう結構早くなってからがちょっと怖い。まだもう一回か、もう一回だねこれ。あ、次これだ。この携帯で止まるから、よし、 OK。 さあどうなる。あ、待った。あ、嘘、しまった。これ、うわー、っていうか骸骨に当たっちゃった。その血は当たり判定ありますから、右にいないといけないんですね。まあ、あの鬼ごっこみたいなもんなんでしょうかね。幽霊ちゃんからしたらちょっと遊んでもらってるみたいな感覚かもしれませんが、こっちは結構恐怖だぜ。よし、 OK で右にいると。でもさ、これ、あ、待った、今血当たり判定なかったですね。なるほど。一応ですね、気になったんでもう一回やってきました。血当たり判定あるかだけ見たいんだよね。あ、ないんだ。あ、この血は当たり判定ないんですね。あ、なるほど。であればいいでしょう。ほいほい、橋も何もないね。じゃあ降りましょう。まあ、疑問はねちょっとずつ解消していきたいところですからね。よし、ではこのマップまで越えましょうか。このマップ越えたところで一旦中断しようと思います。何これ、
うわ、なんかグロいなこれ。何これ、なんか人間、うん、そうだ、魔物みたいな、もうなんかもう原型とどめてませんけども、なんか今虫の音みたいな聞こえましたね、ブーンつって。これ何、この骸骨触れてもダメ？あ、ダメか。なんかちょっといつも、うわ何この音は、いつもとちょっと違う感じはしますけどね。え、何これ、これは何、あ、なんか出ます、ネームタグリスト、コープスパーティー。あー、なるほど、もう死骸ですか。あ、名前出てますね、名前、属性、死因、ちょっと読めませんけども。あー、5名の方がここで亡くなられて、それぞれ、まあ、名前とね、なんで亡くなったかっていうのが書かれてるんでしょうが、なんだろう、まあとりあえず先行こうか。そい、あの普通に罠、この虫の音ちょっと怖いですね、これ。あ、おっかね。で、ほ、ここも、あ、同じか。あー、え、そして、そしてどうすんだ、これ当たっちゃダメでしょ多分。あれ、なんだこれ、あ、なんか撃てる、ん、な、嘘、何これあ、それであそこにね、たくさんの血があったわけですね。もう幾度となくやられてるってことですね。え、これは何、ところでこれ謎解き要素ですかね、なんかそんな気するな。これもしかして全部与えられんのか。あー、あれ、出てきた。あ、なんかこれもしかしてさ、順番にってことかな、これいきなり撃つと。あ、違うか。あれ、今度出てこない。あ、出てきた。なんか順番に打ってけってことかな。この謎解き要素はどうすればいいんだろう。まあ、とりあえずノーヒントというか、まあ、あまりにも詰まったら何かまた調べようと思いますけど、まあ、読めないんだよねまず。あ、でも一番下の去年っていうのはなんとなくわかるな。去年8、12、13、8歳。あー、待ってね、8、とりあえずモコも見よう。ほ、7、18ってことは低いのから打っていくのかな。ちょっとやってみましょう、それで。よし、で次8だよね、8。あ、ダメだ。え、違う、そういうわけでもないのね。でもさっき適当にやって、ここ打ってここ打つは大丈夫だったんですよね。だから、よし、このあとをここ打つ。あ、ダメだ、これはダメか。ここ、ここ、そして、一番左、ここ。あ、ダメだ。じゃあどうすんだ、これ。どういうことなんだろう。高いのからやってみようか。去年が高い。まあ、あの、亡くなった年齢が高い方から打っていってみようか。13、一番向こうは。よっ。確かここが18。じゃあ、ここ。次が、13か。あ、ダメだ。え、待って待って、どうすればいいの、そしたら。はい、ここなんですけども、ちょっとしばらくやってもわからなかったので、調べてきました。で、そうしたら、これ、打つ順番がやはり関係あるようなんですね。で、多分この文字が読めれば、この言葉が読めれば、もしかしたらヒントになってるのかもしれませんけども、もう何とも読めないので、ですね、打つ順番はまずは真ん中、そしてあ、ほいっと、ここ、これちょっと危ないんだよね。で、次はここね、この去年7、あっそい、そしてよ、戻ってここ、そしてここで、最後に一番左の血まみれのガイコちゃん打つと解放される。まあ読めるとね、ほんと何か、あ、なるほどっていうようなこうパズルがあったのかもしれませんけども、なんともわからないですから、まあ、これでいきましょう。よし、そしたらなんか起きないよね、大丈夫だよね。よしよしよし、来い。あ、セーブあるけどなんかと近いようで遠い。よし来た、オッケー。ここもなんかあるね、トイレゾーンですね、トイレゾーン。まああの怖い話といえばトイレですからね、絶対なんかあるでしょうけども。はい、ということで、I wanna be the scare はこの辺で終了したいと思います。
はい、ではまた次回ね頑張って行きたいと思います。はい、では皆さんご視聴どうもありがとうございました。